デッドバイデイライトやっていきたいと思います。さあ、ファミリーレジデンス、山岡邸ということで、お、いいな、その格好。ケイトね。ことは、ティアが63まで行ったのか。ちなみに今回、髪型変えてます。僕もちょっとティアが上がったんで、上がったというか、課金したんで。デッドバイデイライトに関して初課金かな。あんまりしないんだけどね、課金ね。無課金税。基本このゲームシャードとかね、で、レベルアップした時のシャードで変えるキャラクターとかあるんで、あー、三角様。いや、新キラーか。三角様強いんだよね、正直。あ、破滅。奥、うん、奥にしよっかな。ちょっと近かったしね。破滅か。あ、一気に直したね。ナイスナイスナイス。確かに破滅だったら一気に直すのはありだよね。ってことは、誰か二人で行動してるかな、ある程度は。まあ、絆もあるんで、それなりに、味方と連携は取ろうかなと思うけど、ちょっとこの角、直せないね。ってことは、反対側で一生懸命直してくれてるか。あ、近く行ったか。え、ストケイトさん。いや、回復してなかったか。それもそれできついな。この辺りなんかないかな。パーク、パークってかトーテムね。大体この辺りあるけど、呪いのトーテムよくないか。さて、あ、普通に釣る。あ、本当普通だったね。向こうに二人固まってると。いやー、でも結束やっぱありがたいね。こうやって味方の動き見れるのは。まあ、距離的には助けに行ってくれると、非常に助かるんだけど。まあまあまあ、こっちじゃないよね。さすがにね。助けたし、3人目だろうね。あっちだろうね。もう確実にね。おー、回復した。ゲートさんがちょっと危ないか。あれは？あー、逃げてる感じかな。さあ、直す。あったね。おー、シェリルだ。あら、あの声はなんか怪しい感じが一瞬したが。あー、よかったよかったよかった。これでここ直して、直しきれると一番いいな、ここはね。
もう破滅ガン虫だもんね。破滅ガン虫の、って感じか。あー、ケイトさんが助け行ったか。狙われるよね。そしたらそっちがね。あー、やっぱケイトが狙われてる。トーテム、とりあえず壊そう。こっちは宝箱。さあ、あと一個は、反対側かな。ここまで直してるとね。さすがに近くにはないよね。お、あったー。これでちょっと治療して逃げる、治療とか修理して逃げるっていうのができるね。よし、浄化。そっちか。めちゃくちゃチェイス頑張ってんな。しかもあっち発電機が一つあったのか。タイミング、正面かな。おーおー、そしたら救助の前にある程度ゲートはどうにかしておきたい。お、助けたねー。こっち来る？あー、回復させるのね。じゃあ僕も回復間に合うかな。お、直っ、よしよし。え、なんで、なんでロッカー入ったの？消し持ちならわかるけど、いや、捨てられるよね。決死じゃなかったらね。で、飛ばされる。いや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 、ケイトさん。あー、やばそう。いや、一応助けるけどさ、ノーワンじゃないっぽいからね。ノーワンやったらえぐいなと思うけど、三角様。出して、あと一人がさ、あ、追っかけられてんだ、ずっと。いや、もうケイト最後、最後、最後、もう出ないと。無理無理。そうか、場所が分かんなかったか。まあまあまあ、とりあえず3人は無事だね。はい、ということで今回はここまでとなります。新キャラがどっちとも出たね。サバイバーもキラーもね。まあ三角様チェイスはしなかったけど、やっぱなかなかね相手したくないんで、また次回会った時は対策していこうかなと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければ登録し、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。